はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、クワイエットベースメント。はい、どんなゲームかというと、概要欄によると、あなたは湿気の多い地下室の小さな部屋にいて、どうやってそこにたどり着いたのか思い出せません。部屋には誰かがかなり長い間ここに住んでいる兆候が見られます。誰かを知るために滞在したくはありません。分かっているのは、できるだけ早く出なければならないということだけです。あなたは抜け出すことができますか、とのことです。はい、楽しみですね。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そしたらじゃあやっていきましょう。なんだろうな、なんかいろんな新聞記事みたいなのが転がってますね。あ、ズームもできますね。ここが謎の地下室なのかな。あ、開きましたね。はい、で、ここは何ですかね。なんか小屋みたいな倉庫。お、なんだなんだこれ、何これ。あ、なんかいるちょっと待って、いきなり遭遇しましたね、何かと。これは結構やばそうな動きしてましたよね。あれ？壁ですね。いないですね。ここは何だろうな、これノコギリみたいな、取れないですね。な怖いな、出てきそうですね、こっから。あ、鎖で閉じ込められてんのか。何かありそうだけどなさそうな。暗いですね。ここが多分地下室なのかな。で、迷い込んじゃってここから出るのかな。でも、もうこれで脱出？扉がありますね。開きましたね。はい、で、ん？あれ、なんかここさっき来たところ、あれ、ここでプルプルしてましたよね。あそこと同じ気がするんだけれども、気のせいかな。いや、気のせいじゃないですね。ここ絶対来てますね。あ、でもこんなしむぎ、なん、どんとなんとかな、読めないな。絶対来てるそうですね、この鎖もあったし。これは何だろう、あれ、でもなんか覚えてないな、さっきと。でも似てるんだよな、この鎖の感じとか。これそうだな、絶対同じところですね。ループしてるけど若干違うのかな。いや、わかんないな。じゃあ、あ、なんか壁がありましたね。このろうそくが立ってるけど何もないですね。じゃあまた、ああ、やっぱ扉ありますね。はい、じゃあ扉を開けて、あれ？開かない？鍵が、あ、鍵かかってますね。じゃあ鍵を探しに行きましょう。え、鍵なんてあった？こう、なになになに、ここはないでしょうね。なんだろうな、何かガサガサって言ってたけど大丈夫、なんだ、大丈夫そうかな。はいはい、あー、あったあったあった、鍵。どうやって、あ、こうか。じゃあこれで行けばいいんですね。なんかシーンとしてるからガサガサがすごく怖いですよね。はい、開きました。あー、また同じですね。ループしてますね、確実に。これはループしてます。
これでね、少し。おえ、来た。いや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 。変わってましたね。あー、来ましたね。なんだあれ。こっちは何もなしで、ここの何が、水かな、管みたいなのかな。じゃあこの中入って、あ、なんか怪しいですね。はしごじゃないか。なんか何もないかな、特に。で、またテーブルがあって、はいはい、なんかね、ここ微妙な壁があってね、通れないんですよね。じゃあまた開くかな。あ、開きましたね。はい、ループしてますね。はあ、また怖いな。また来ない？大丈夫？あー、もう倒れたままなんだ。開いてるっていうのかな。あ、何もないかな。じゃあ特に変わってはないのかな。またね、鍵とかがあると、はい、だからちょっと今のうちに見ながら行きましょうね。今回もなんかそのまま行けそうかな。なんだ？開かない。ダメか。やっぱダメだな。今なんかね、ガクッと音がしたから、もしかしたらと思ったら、直前で鍵をかけられて。びっくりした。このね、音はやばいって。本当にさあ、あ、ここにないんだ。んー、じゃあどこだ。だいたい明かりがついてるところですよね。暗いところにあっても見えないから、多分明るいところで、ある予定。この間とかないね。こっちは、あー、あった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 。これさっきなかったですよね。今湧いた感じなのかな。まあいいや、とりあえず手に入ったんで行きましょう。はい、開きましたね。さあ、そしたらまた、あ、なんかさっきより暗い気がするな。あー、暗いですね、確実に。これ点滅してますもんね、電気が。あ、ここの電気も消えて、あっとっとっと。ここ新たな部屋が出現してますね。うん、で、ここのテーブルが見えなくなってますかね。はい、今回は開く回かな、開かない回かな。さあ、どっちでしょうかね。開きましたね。あ、完全に暗いですね。上の電気がもうついてない状態ですね。ここがね、また来るんじゃないかっていう恐怖が。大丈夫。あー、すごい、もう真っ暗になってきましたね。ろうそくだけっていう感じですね。うんうんうん。あ、なんかすっごいおしゃれなバーに来たみたいになってますね、これ。ろうそくが立ってて、おしゃれな感じですね。さあ、開くかな？どうかな？開かないかな？鍵ですね。はい、でも、なんとなくね、鍵のある場所っていうのかな？こう明るいところを探していけばありそうだったかな。ね、もう一回ちょっと連打したらなんか扉がガチャガチャ言ってぶっ壊れるとか、そういう話とかないかな。こう見てもないもんね。あれ、嘘でしょ。あったよ。
え、どここれ、これどうやって行くの。あったあったあったのはいいけど、え、これぐるって回っていけるの。こっちか。あー、行けましたね。あった。おー、来た。ほい、どういうことだよ。やっと見つけたのにその仕打ちはひどいわよ。はい、じゃあ行きましょう。やったやったやった。よし、開いた。はい、いや、めちゃくちゃ難しかったな今のは。そしてろうそくありますよね。いや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 、なんか今のでももうクリアでいいような気がするなここはろうそくじゃなくてなんかランプライトになったんですね。ここはこのガサ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 言うのがね結構焦るんですよ。開くかな。あー、いたいたいた。じゃあこのまま、どんどん行きましょう。あ、暗いですね。さっきよりももっと暗くなってるな。なんだこれは。下スモーク、水なのかな。そのままじゃ行っちゃっていいかな。あ、ダメか。鍵ですね。このなんかスモークだか水だか、よくわからないんですけども、ここの中から探すの？でも探せるところって結構、もう決まってる気がする。作業台なくなってますね。この板の上？あ、こっちの中とかなんか微妙に明るいからありそうだな。ここら辺、あ、なんだこれ、装置がある。うん、何何何、なんだ、なんかいるね。何何、え、テレビコンテニア。はい、これね、デモ版なんでここまででおしまいっていう感じなのかな、もしかしたら。はい、いや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 、いや、すごい雰囲気良くって面白かったですね。はい、これ続きすごい楽しみですね。はい、といったところで今回の動画おしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。